炊き上がったご飯から取り出される3本の竹筒。さて、今年の稲穂の出来具合は？今日のグッドサインは、もうここでしか見られない田中の粥占い。竜王朝田中、四方を田園で囲まれた今も農業で生きる小さな集落です。1月14日、村のお宮さんでひっそりと進められる神事。名村神社の宮司が読み上げる祝詞と、捧げられる神饌。これから始まるのは、全国でも数箇所でしか行われなくなった、古来から農村で続いてきた粥占い。今年の米の出来不出来を占います。うちの宮司に聞きますと、平安時代から続いているということで、1000年以上は続いているということで言われております。今こうやって残っているのが少ないということで、非常に珍しいということで、あちこちからお客さんが見えていると。大人と呼ばれる集落の世話役が集まり、まず7升の米を直径1メートルの大釜で炊き始めます。傍らに用意された3本の竹筒、一本線は和瀬、2本は中手、3本は奥手。この竹筒をご飯とともに炊き上げ、米の詰まり具合で占うのです。はい、和瀬入れます。はい、長手入れます。あ、奥手を入れます。さあ、占いですので、全て当たるものではないですけど、しかしそのことはやっぱりみんなが大事にしていこうということですので、最近こう 2,3 年見てますと当たってるようです。はいはい、占いさせていただきます。お、はい、和瀬です。はい、中田です。奥手です。今年も3本の12分に入ってますので、豊年です。今年は3本ともにたっぷりご飯が詰まり、大豊作の年となりました。釜のお米は村人に配られ、翌朝小豆がゆにしていただきます。今年も良い一年を過ごせるようにと願いを込めて。ありがとう。